ただ浅尾もまあ病み上がりということになっておりますので、まあ、昨年までの、ね、浅尾であれば、ね、もう出てくるとちょっとこれは点取るの難しいかなというような雰囲気もあったんですけども、まあ、球の力もありましたし、球速が非常に速かったですから ね、 そうですね、ちょっとバッターとしてもストレートに関してはちょっと打てる気配はなかったという状態でしたよね。はい、そのフォークボール今宮のバッターが空を切っています。やっぱり分かっててもつい手が出てしまうんでしょうかね。ですからまあ、まっすぐがねそれだけに威力があるんでね、このフォークボールが非常に効果的なんですよ ね、 ね、有効的なんですよ。はい、さあフルカウントは変わりません。あ、ここはフォークボールを落としてきました。2者連続三振です。まあ、明らかにボール球なんですけども、それだけ落差があって腕が触れててキレがあるんですかね。それとやはり投げた瞬間というのはまっすぐ軌道で来るんでね、バッターとしてはやはりまっすぐと思って打つわけですよね。あ、そうですか。で途中から球が失速して落ちていってきますからね、はい、やはり空振りになってしまいますよ。うーん、ボールが通り過ぎるときにもバットとボールの差が 2,30 センチ空いてましたね。ですから、まあ、浅尾をやっぱり打つんであれば、追い込まれるまでにフォークを投げられる前でに勝負はかけたいですね。そういうことになりますが、決め球から入ってますからね。そうですね、はい、ですから、まあ、なかなか打てるようなピッチャーではないということは言えますよね。はい、そしてここは落としてきました。3者連続三振を奪いました浅尾です。7回の裏ホークスは0点に終わりました。6対4、ドラゴンズ2点リードは変わりません。